なに頑張って教えてくれたのに。だよね。綾瀬はどうした？病欠か？そうか、会心の出来だった。一言礼が言いたかったのだが。そうだね。Thank you.
したんだろう。今日も来なかったわね。病気してんのかな。そうね、他に考えられないし。家に問うてみるべきだろう。じゃあ任せたよ。よろしくね。わからない。じゃあヒント。もうすぐ学園が終わるから学園に行きます。Thank you.
番星見つけた。なんちゃって。もしもし。はい。誰か待ってんのかい？はい。ああ、そうか。いや、悪かったね。彼氏待ちだそうです。とっとと行こうぜ。話せばいいのに、まったく。
こんばんは。最近の君ってやっぱ怖いよ。あ、そこは気にしないで。怖いってところだけ分かってくれればいいから。怒ってないもん。
ミカサ怒ってるじゃん。待ってたと思う。何気ない顔で家に帰ってお父さんに適当なことを言って、また次の日学校サボってね。だよね。
しよう。あ、何か作戦があるんだね。そうだね。じゃあそうしようよ。その作戦が一番でしょ？私、こういうとこって初めてなんだ。やっぱりして気持ちよかった。私のこと好きって言ったのに。
そうだね。じゃあ、おやすみなさい。目覚まし目覚まし。一緒に勉強するのが楽しいし、それに君はやればできるもん。はあ、もしかして照れてるんだ。そんなことないです。そうだね。